DB200 は2017年より運行を開始した新型の電気式機関車で DE10 を置き換えるために登場しました。現在では仙台、富山、北九州地域の貨物として活躍しており、非電化区間の機関車の主力になるでしょう。